今日は5月の5日金曜日です。このむしろカップの最終日ということで、久しぶりにむしろ管理術高校の試合を今見てきました。相手は市立船橋高校ということで、ちゃんと今回立派に勝利しました。95点取って勝ちました。別個ですかね、このむしろカップですね、バスケットボールの。こちらの記事がトップを飾っておりまして、むしろカップ高校選抜バスケットボール大会ですね、第36回なんですけど、むしろカップ高校選抜バスケ、こちらをテーマとして若干の時間を頂戴いたします。こちらがむしろカップ会場のむしろ市総合体育館、駐車場は午前中ですけどもう満車です。体育館の廊下にはですね、過去に開催されたむしろカップのポスターが展示されておりました。こんにちは、むしろ山本ふるさとライフの佐藤です。今日は5月の5日金曜日です。むしろはとても良い天気なんですが、なんかもう暑いぐらいの気候です。前回の配信でちょっとお話しした通り、この週末は東京の方で用事を済ませてまいりました。そして月曜日の日に福島経由で能代へ帰ってまいりました。今回車移動でした。で、溜まっている北欧新報を見てるんですが、こうまた例によって溜まっておりますが、やっぱりこの期間で一番のニュースはやっぱりこれですかね、この能代カップですね、バスケットボールの。こちらの記事がトップを飾っておりまして、まあ連日この開幕前からこんな感じで出てます。特に今回はですね、能代工業高校時代から入れて5年ぶりに能代カップ、高校選抜バスケットボール大会で能代科学技術高校が勝利しました。5年ぶりだそうです。しかも初日にですね2勝しましてですね、6校でのリーグ戦なんですけども2勝しまして、とても盛り上がっているという状況です。で、そんなわけで今回は、こちらをテーマとさせていただきます。能代カップ、高校選抜バスケットボール大会ですね、第36回なんですけど、能代カップ高校選抜バスケ、こちらをテーマとして若干のお時間を頂戴いたします。ですね、今日は5月の5日ですけど、今日の北欧新報を見てますと、直近の対戦の星取り表ですねが出てます。ですね、こちらですね、昨日ウィンターカップで、昨日は今年ウィンターカップで優勝した高校に惜しくも敗れましたが、それでも現在こんな感じで、今日の朝段階で能代を科学技術高校はなんと2勝しているということです。で、大会前のインタビューでは今回3勝すれば目標達成ということで、まあ過去4年間、勝ってない中で、大胆な目標とは思ったんですけど、それが届くところまで来たと。で、今日の午前中がここ出てますように市立船橋ですね、市立船橋高校との対戦があるということで、こちらですね、久しぶりに私今日見に行ってきました。これは、子供の頃に、父親に連れられて、見に行ったのが最後で、それ以来のですね、体育館での能代工業高校のバスケットボールの観戦ということで今日は行ってまいりました。能代市総合体育館はこんな感じでした。こちらが能代カップ会場の能代市総合体育館、駐車場は午前中ですけどもう満車です。こんな風景は久しく見てません。能代カップの会場である能代市総合体育館に来ました。今は5月5日の10時半です。この後能代科学技術高校と市立船橋の試合があるというので、見に来ました。
今回は初日3日の日にですね、吉岡ウイルスコープは2勝しました。平成30年の吉岡工業高校時代以来5年ぶりの勝ち星でございます。盛り上がってまして、すごい人がいます。権利関係の問題で中の絵は撮れませんので、こちらの会場の方でちょっと説明しております。この後試合を見てから行こうかなと思います。後ほどまた失礼します。体育館の廊下にはですね、過去に開催された能代カップのポスターが展示されておりました。現在、お昼も終わりまして1日半です。つい先までですね、この能代カップの最終日ということで、久しぶりに能代工業技術高校の試合を今見てきました。相手は市立船橋高校ということで、ちゃんと今回立派に勝利しました。95点取って勝ちました。これで今現在で3勝1敗ということになっております。今回はですね、5年ぶりに能代工業技術高校が勝利しまして、盛り上がっていることもありまして、今日もほぼ観覧席をですね、どうだろう、8割5分ぐらい入ってましたかね。サイドが 90% 以上の席の割り具合で、ゴール裏がだいたい 80% ぐらいなんで、まあ合わせれば 85% ということで結構入ってました。で、いろいろと中学生なんかも来てますので、こういう中学校とか小学校の時代からこういうトップの選手の試合を見るという機会はとても貴重で、まさに先輩が作った地の上でできている能代カップですが、こういった地の利というものをうまく活用して、トップの選手の試合を見て自分のスキルを磨いて目標を高く設定してということをやって、もう一回強い能代カップ技術高校を見たいなということを改めて実感しました。で、そうですね、今日、割と第3クォーター終わったところで結構リードしたので、最後第4クォーターはいわゆるその背番号の大きな控え選手が出てきました。で、ちょっと前、昔懐かしいなと思ったのは、背の低い選手がね、2人、13番と8番だから、結構背の低い選手がこうわーっとオールコートで走り回ってですね、相手のボールを取ったり、こうカットインしてシュートしたりしてました。そういったちっちゃい選手が走り回って、こう激しいプレスをするという、そういうディフェンスから始まるバスケットボールというのを久しぶりに見ましたね。子供の頃に私の父親は能代工業高校の教諭でしたので、何度も連れてこられて試合を見たんですけど、当時の能代工業のバスケットボールのちょっと風景を思い出したなという、そんな感じがしました。あと割とやっぱりスラムダンクの影響でですね、スラムダンクのファイルを持った人とか来てましたし、県外ナンバーも結構来てますので、スラムダンクの山王工業高校の、
こう影を映して見てるという空気もあるんだろうなって思いました。ただまあ時代を感じたのは、過去の主要工業高校というのはこう坊主頭で、ね、こう走り回る風景があるんですけど、最近の技術高校はこう髪の毛も普通になってですね、ちょっとまあ今風のやっぱり主要工業高校とは違う新しいバスケットボールを、見せてくれるかなってことを期待しました。あとやはり今回、まあ、一部報道でもされてますが、あの元の主要工業 OB の長谷川さんがやっぱりあのサポートについたんで、結構戦術的にもちょっとこう前とは違うなっていう感じがしました。組織だって動いてたりしてましたので、まあ、そういったやっぱりこの、まあ、メンタル面もそうですけど技術面も含めて、まあ、新しい能代技術高校のバスケットボール見たかなってふと感じた試合でした。まあ、皆さん今日は規制の方もいらっしゃって、世の中八戸ナンバーとかですね、いろいろと言います、仙台とか。慣れてもですね、盛岡とか、まあ、そういった規制施設です。私の方は、この週末、東京の方で入場させて、福島経由で帰ってきました。いつもは、車で行った場合にはですね、福島からこう、まっすぐ上がって、宮城、岩手を通って、秋田方で帰るんですが、今回、天気良かったので、あれは月曜日か。ですね、福島ジャンクションから山形道へ入って帰ってきました。山の風景がとても綺麗で良かったんですが、なんと山形道での事故ありました。トンネルの事故で、あれで、3人の方亡くなられてます。まあ、最初にまあ悔やみ申し上げますということなんですけども、そのトンネルをですね、なんと約1時間前に通過するということも経験しまして、まあそんなことを考えながら、まあそんな状況の中で、もしくは帰ってきて、今日の3日目であります。残り少ない連休ですが、皆さんの方も、ぜひ充実したお休みを過ごして、充電してほしいなと思っています。ということで、今回も、久しぶりの配信ですけど、今日は、もしくは総合体育の前から、バスケットボールを見てきた話をさせていただきました。いつもありがとうございます。佐藤でした。